靴ひもが切れてしまったり、もともと靴ひもの長さが短くて最後残ったひもで蝶結びができないときには肩結びにして仕上げます。まず右側のひもを左側のひもの上に重ねて、そして上に重なったひもを下からくぐらせて一結びします。右側に来たひもを真横に倒したら、左側のひもを今倒したひもの上にこのように重ねて、そしてここの隙間に下から通します。そして左右のひもを真横にキュッと引き締めると、はい、これで肩結びの出来上がりです。とてもしっかりとした結び目で、ほどけにくい結び方になっています。そしてしっかりと結べたこの肩結びをほどくときですが、この中心の結び目をほぐそうとしてもしっかりと結べていてほどきにくいので、そういう時はまず左側に来ているこの紐を右側に倒します。そして左のハトメから出ているこの紐もつまんで真横に引っ張るとこのような感じになります。左から出ている紐がまっすぐ一本通った形になっているので、左の紐を真横に引っ張っていくとこのようにスルッと紐を抜くことができます。肩結びをほどくときはこのようにしてほどいてください。靴ひもが短いときにはこの肩結びぜひ参考にしてください。肩結びは靴ひもだけでなく日常生活のいろいろな結び方にもぜひ活用してください。